私はこの問題に関しましては、この22年前に、慰安婦の問題が起こったわけでございますけれども、その時から、ずっと、若干関わり、一時期深く関わったことがございまして、ずっと関心を持ってまいりました。いろんなところからですね、今週刊誌がもっぱら取り上げておられますよね。産経新聞は一生懸命歴史戦やっておられますけれども、そういうところからもですね、いろいろ、取材を受けたりなんかしておりますけれども、そうですね、今ちょっとその安倍政権にかかっているものですから、我々が何か言うと、お前ら何かするんですか、政権の意向で何か言ってるんじゃないかと言われるので、一切その取材には応じてないんですけれども、こういう機会がありましたので、お話をさせていただきたいと思います。で、実は私はこの誤報誤報と言われますけれども、これは私は一言で申しますと、要するにこういうことだろうと思います。事実をねじ曲げてでも日本を悪玉にしたい、そういう誤報なんだと。だからいわゆる間違えましたという誤報ではない、私はこう思っております。もうそれで終わるんですけれども、その中身を少しですね、実は深く掘り下げていきたいと思います。で、一つはですね、まず第一に知っておかなくちゃダメなのは、この問題で実はもう日本学術的決着がついてるんです。もう要するに学問上のいろんな資料を調べた決着というのは、少なくても朝日が誤るもう、平成9年の段階からほぼ決着がついてたんです。ところがですね、国内ですよ、国内で決着がついてたんだけれども、国際的にはですね、どん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 この誤報、事実誤認をもとにしてですね、火が広がってまいりました。今では要するに日本はどう言われているかと言いますと、国連の中では性奴隷国家だと。国連の人権関係のところ、3つぐらいあるんですけれども、人権規約をやっているところだとか、現代の冷静だとか、戦場の性暴力だとか、なんかこういうことをやっているところでは、日本は性暴力、性奴隷国家、正確に言うとミリタリーセクシャル、ミリタリーセクシャルスレイバリーと反抗されているんです。で、僕は今までその文章をその見て、もちろんとんでもないことだと思ってました。ついこの間ですね、政策研究センターで憲法のセミナーをしましたら、そこにどう紛れ込んだかわからないんですけれども、日本語のできる日系人のですね、アメリカの女性の学者がいまして、アメリカの女性学の中ではもう当たり前よって簡単に言われてしまいました。と思いました。改めてその認識をいたしました。日本はとんでもないことをしたんだ。じゃあそのとんでもないことは何かって、その女性の学者に聞きますとですね、これは人道に関する罪であると。人道に対する罪っていうのは、確か東京裁判でその話は聞いたことがあるなと思いましたけれども、東京裁判ではもちろん人道に対する罪っていうのは裁かれない、そういう事実はないということで、裁かれなかったんですけれども、これは要するにドイツの、ナチスドイツがやったですね、ユダヤ人に対する、大虐殺、ホロコーストですね、これと同じようなこと。例えば、つい最近ではセルビアですね、あそこでやった要するに民族浄化、こういう問題とですね、もうそこに慰安婦の問題が同列に置かれてるんだというわけですよ。で、僕は冗談ではないと言って、言ったんですけれども、そこを、もう一度、私11月まで忙しいので11月になったらもう一度ちゃんと議論しましょうと言って別れたんですが、要するに国連などでは日本は性奴隷国家、日本人は性奴隷をその使ってきた、そういう国なんだ、こういうですね、認定した。じゃあその上にそう認定されてても、そう我々反論しましょうと思うでしょ。違うんです。そこから性奴隷国家であるって言ってちゃんと反抗されたら、その次があるんです。じゃあその人たちに賠償しなさい、次はその責任者を処罰しなさい、でその制度をそのちゃんと日本で見直しなさい、教科書に書きなさい、こういうものがずら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 と一旦認めたら出てくるわけです、でしかしそれは日本でも知識あったんです。この段は先ほど触れられました、非常に正確におっしゃっていただいたので僕は安心したんですけど、この段話というのは、この段話のこの段話というのは要するに河野さんの独り言みたいな話でですね、その食い切っても何もしてない河野さんが言ってみれば自分の言ったことを黙りまとめたと言ったんです。報告書というのがついてるんですね、日本政府報告書。日本政府報告書にはそういうものが書いてないんですよ。要するに記者会見の中で
女性連合あったのかって聞かれたら、はい、そうでございますって河野さんが言っちゃったんだけれども、そういうことをその言ったためにですね、もう次々と教科書に書きなさい、なんとか基金を作りなさい、なんとかなんとかっつってこれやったわけです。ですから、平成9年の4月から使われた中学校の歴史教科書、中国教科書には7社全部に強制連行された女性人がいるんだと、慰安婦としてですね、いうことを書かれた。でそれに起こったのが今の安倍さんたちなんですよね。まあ、それはもう一緒に、我々も一緒にやりましたので、あの中川翔さんだとか安倍さんだとか、まあ、部長平山先生もそうですけど、そういう人たちが一緒にこんなバカな話があるのかと言って、まあ、調査を始めたりいろんなことをしました。まあ、そういうことにずっと関わってきたものですから、今日は少し突っ込んでお話をさせていただきたいと思います。ですから日本は今大変な状況に置かれているんだということが一つから、もう一つですね、これはやっぱりその何て言うんですか、先ほどもどなたか皆さんお触れになられましたけれども、日本人の父祖の名誉に関わることです。お前のところの親父はおじいさんは、ね、性奴隷の国なんだと、まあ、今もそういう、それを反省してない国なんだと今は言われているわけですね。そういうことのこの2点をですね、踏まえて朝日の問題は考えるべきだと私は思っております。からもう一つですね、じゃあまず朝日は何を今回認めたのか、ね、いうわけです。何を認めたの？3つあります。1つは吉田誠二という、まあこれは、畑久彦さんの言葉によると、職業的さわし、詐欺師って言いますけど、さわしって要するに話を作り上げて、嘘の話を打ち上げて、それで喜んでる人で、実はこんな人たくさんいるんです。南京問題でもいましたし、それ以外でもたくさんおられます。後でもちょっと紹介しますけれども、これにもそういう沢氏に引っかかってきたというか、沢氏をですね、手がかりにさらに悪者にしたのが朝日新聞なんですね。その沢氏というのがいます。でその発言に関するものは取り下げますと、取り消しますというのが今回の第1点で、それがどれなのかというのは、ね、ですね、その、あるものです。この資料としてですね、であの資料のちょっと 1ページ目を開いていただきますと、その昭和57年9月2日から始まりまして、左に丸1、丸2とついているのはですね、あんまり対策とのない小さい記事はもう省きました。あの大きいですね。で1ページ目を開いていただきますと、丸1ですね、昭和57年9月2日ですね、まあ、あるところでこの吉田誠二という人が講演をした、そういう記事であります。でこれは朝鮮の女性、私も連行、暴行加え無理やりという、まあ、こういう見出しですね。中を見るとその、チェジュ島ですね、最終島に行ってですね、200人の朝鮮人の女性を駆り出したと、まあ、こういう話であります。ある村に行って日本要するに完全武装の日本兵が、同行してですね、それがその兵隊が、村を包囲する、続いて、吉田さんの部下5人が一斉に突入する、若い女性の手をねじ上げて、路地に引きずり出すと、こうやってその次々とホロのついたトラックに押し込められたと。でこういう人たちがどっか乱暴に連れて行かれましたと。でこれは慰安婦ですという話、こういう話が第一報として、まあ、あったわけです。でそれがまあ順番にこう どんなふうに取り上げられていったのかというのが、まあ、あります。ですから例えばあの丸7ですね、しばらくやりますと大きな記事が出てるんですけど、勃権古い、古い無理やり動員とかですね、それからその血のみ子から母親を引き裂いたとかですね、日本は今こそ謝罪しろだとか、まあ、こういう記事がありまして、それとかまあそれを持ち上げる論説委員のコラムなど、そういうのがずっとあります。これをまあ取り消します、まあ、合計16本取り消しますという話でございました。からもう一つはですね、挺身隊としてこういう慰安婦という人たちを連行したんだという話であります。でそれは、最後の方のですね、丸14というものがございます。これがですね、朝日新聞の平成3年8月11日ですね、元従軍慰安婦、その戦後半世紀重い口を開く、思い出すと今も涙というですね、まあその要するに元慰安婦と言われている人たちの中の最初の一人が、まあこれはあのここでは実名は書かれてませんけれども、まあ、金学人という人なんですけれども、まあ、この人がですね、名乗り出てきましたよと。
でその証言を朝日がスクープしたんです。これは韓国の新聞よりも最初にスクープしたんです。じゃあなぜ韓国の朝日の、朝日がスクープできたのか、まあ、これはもうはっきりしてるわけですね。というのはこのヤンズというものが、まあ、後に日本に対する訴訟に加わるんですけど、その訴訟の、訴訟をやった団体ですね、これは太平洋戦争遺族会というのがあるんです。でそれは日本とその韓国が、日韓基本条約を結びまして、要するに、まあ、かつての日本統治ですね、まあ、新聞は植民地支配であっても私は日本統治と言いますけど、日本統治時代の清算をしましょうということで、まあ、日本から、まあ、当時で言えば大変ですけれども、ゴムドルというものが日本から韓国に行って、まあ、それを要するに、まあ、全部 それで清算をしましょうということで、例えばその徴用工の中でその亡くなった人だとかですね、軍属で亡くなった人だとか、そういう人に対して韓国政府が要するに、まあ、保障したわけです。でそれが少ないと言って裁判に騒いでた人たちが太平洋戦争、犠牲者遺族会と、そこの幹部ですね、幹部のおばさんがいるわけです、幹部のおばさんがいるわけです。でその人の娘さんとこの記事を書いた韓国人ですけれども、娘さんとこの記事を書いた上村隆というのは要するにこの年の春に結婚してたわけですね。ですからこの訴えた そういう運動をしてた側の関係者なんです。この上村隆っていうのがわざわざですね、ソウル特派員でもないのにこの話を聞きにソウルまで行ってですね、ソウル朝日のソウル特派員が馬鹿にされたような形になって、この世紀の大スクープと、今では世紀の大誤報と言ってますけれども、そのスクープが生まれるわけですね。でこれがまあ第一つです。でこれが要するにこの中に出てくるのが何が問題かというと、要するに低身体として連行しましたということで、低身体として連行されたイアンズの一人が名乗り出ました。じゃあ本当にその、低身体として行ったのかというと、これはもうありえない話であります。まあ後から少し申します。歴史的事実としてもありえないし、そもそもこれが誤報であることはすぐ、まあ、後で分かるわけですけど、まあ、そのことも分かると思います。これは要するに上村隆記事と言います。でこの人は、去年から朝日新聞を辞めたので、そろそろこのことについて何か朝日が言うんじゃないかと退職したのでですね、言うんじゃないかと思っておりましたら、あの世がこういうふうになりました。でそれがまあこの14という資料です。だからもう一つはですね、強制連行は今のところな、強制連行に当たるような資料はありませんということをですね、初めて朝日新聞認めたんです。これが8月2日まあ、これはちょっと資料はありませんけれども、そういうこと、この3点を取れたんです。で9月11日になって、まあこの同じ吉田ですけれども、吉田正夫さんという原発の方のですね、まあ、これもおかしな話ですよね。産経新聞がその後その全文一問一答みたいなの出しましたけれども、これどこがどう読んでも、どこをどう読んでも吉田さんの、吉田所長の命令に反して9割の署員が逃げ出したなんていうですね、逃亡したなんていう、とても読めないような記事を、ね、これは本当にその小学校 その作文のまとめだとしても、ね、0点しかつけないような、まあ、こんな記事を、まあ、朝日新聞が書いたんですね。で、まあ、それの謝罪をする。で朝日が当時はその、まあ、ちょっとこの話で、まあ、朝日は要するに自分、政府はそれを公表しないと言ってたもんですから、公表した人たちそれを読んだ人たちはみんな守秘義務がかかっていて、私たちはその読んだとかその内容はこうだったっていうことは言えないんですね。で朝日だけがそのどこかから手に入れてきて、それを公表した。でみんな俺たちしか見てないから、まあ、適当にやっていいんだろうと思ったんでしょうけれども、その後ですね、なんと産経新聞がそれを入手して、それは違うぞと。でまあ朝日はですね、おそらく産経を舐めてたんだろうと思います。産経程度であればまだなんとか乗り切れると思ってたんですね。ところがですね、そのうち読売新聞を手に入れて、こんなバカなことがあるのかと言い始める。それとかですね、自分たちの側にいると思っていた共同通信までもそれを手に入れてですね、朝日の言ってることは全く違うと。これは当たり前の話なんですね。あれ読めば誰だって そうなるんです。言い始めて、そしたら政府がですね、公表しようと、もうこんなになったら。それがですね、9月11日のですね、9月11日に公表しようということをですね、決めた途端に
朝には社長の記者会見を開いています。あれはすいませんでした、間違いでした。で、編集担当を、を外しますとか、なんかいろいろやったんですね。でこれはですね、ある警察の人が面白いことを言ってました、ね、普通犯人でもね、指名手配がかかる前に自首してきたらちょっと情状を削除される。ところが指名手配がかかってお前が犯人だって言われたら後でその自首してきても、それはまあまあダメなんだという話を言ってましたけど、僕はそれその通りだなと思いました。もう政府が公表すると言った途端にですね、これ全国民にオープンになるわけです。ね、その途端にみんな朝日新聞はあれ嘘だということが分かるから、ね、その日にすいませんでしたって言って、まあ、こんなまあひどいことをやったわけですけど、まあ、それはどっちでもいいんですが、そういう話であります。でそういうことをやったんです。9月11日、じゃあ9月11日に実は、まあ、嫌な問題も質問されてました。これはもうずっとですね、ネットで中継されてました。私ずっと見てました。知り合いの記者が何人か手をかけて質問してる、なかなかいい質問してる産経の記者も来られましたけれども、そういうのはまあほとんど答えられませんでした。要するにあそこで何を謝って嫌な問題をしたんですか、あれは間違いですと、誤報でしたというふうなことは言いました。しかし何を謝ったのかというとですね、取り消しが遅くなったことをお詫びしますと言ってるんですね。22年を遅くなったというのかと、まあ1ヶ月や2ヶ月、まあ半年くらいだったらまあなんとか言うと、あと22年も、もっと言えばこの最初の記事から言うと30何年でしょう、30何年もその経ってから謝ったって、これは謝ったことにならんわけですよね。まあそういうことです。で私はですね、この8月5日の記事から9月11日の記者会見を見てますですね、僕はまあ多少この問題に関心を持って、その、まあ平成3年頃から関心を持っておりました。で汗の選択、皆さんの手元にある汗の選択ですね、当時の記事に書きました。ちょっとそのことも後でお話ししたいと思うんですけれども、私は人をバカにするのもいい加減にしろよと、まあ、僕は思いました。正直言っていかに朝日が偉そうに小学校満であろうが、何であろうが人をバカにするのはいい加減にしろと私は思いました。なぜ、第一の理由です。吉田政治証言を取り消します。これは8月5日の記事では非常に吉田さんっていう人が詳しい具体的な話をした。それはそうですね、国権を持って叩いてですね、その要するにその引きずり込んできて、そのほろつきのトラックに突っ込んで、いや送りましたって言ってるわけですから、これはまあ詳しいことは詳しいけれども事実だと思った、ね、し裏付け取材が不足しておりました、ね、裏付け取材が不足していました。これバカなこと言っちゃいけないやつですよ。なぜなら実はこの朝、吉田誠二という人はこの第一報の、昭和57年の後、昭和58年に、私の戦争犯罪朝鮮人共生連合という本を書いています。でその中に、まあ、ここで朝日が紹介したのとほぼ同じことを書いているんです。でそれが実はですね、その翌年かな、翌々年かな、韓国語にハングルに、まあ、訳されているんです。向こうで出版されているんですね。で向こうで出版された途端に向こうの人たちはどうしたか、まあ、一部、まあ、大部分の人たちは俺は大変だと、やっぱり悪いことしたんだってことになったんだけれども、メディアはどうしたか、裏付け取材に行ったんです。簡単な話です。最終新聞の記者はですね、我が最終党でこんなことを、ね、じゃあ最終党ってそんな広いところじゃありませんから、こんなことがありましたかって聞いてもらったわけですよ。当たり前の話ですね。こんなことがありましたかって言ったら、バカなことを言うなってみんなに言われたわけです。こんな人材一つもありませんいうことですね。だからそもそもですね、最終党にはそんなに兵隊さんはいなかったんです。でまあ、そういうことがいろいろ分かってきました。でその記者はもう最終新聞にそのこんなバカなことはない、これは商売のために書いてある、本を恨んだためにいい加減な話を書いてるんだと書いてるんです。それが最終新聞。これは後で平成4年の4月にですね、畑井久彦さんが最終党に行って現地調査をやりました。でその時にこの最終新聞の記者に会って、まあ、もうその時は最終新聞にいなかった、別の新聞にいたんですけれども、その取材をした記者に対して最終新聞に持ってきて産経新聞に書いてます。こんなの嘘っぱちだって書いてます。まあそれが大事です。からもう一つ、低身体、研究が進んでいませんでしたって書いてます。これはバカな話言っちゃいけないよと。で、ね、確か
最後のゴムゴンチキの学者がいたことはいたんです。いたんです。いたんです。しかしね、こんな簡単な話なんです。なぜか。ね、これはもう僕、当時すぐ分かりました。なぜかっていうとですね。だって、そこらの人に、当時を知ってる人に聞けば、こんなすぐ分かるんです。だって女子挺身隊っていうのは勤労奉仕ですよ。ね。で、韓国にも少なからずそういう人たちがいたんです。いたんです。しかしそれは挺身隊と慰安婦と全く関係ないんです。そもそもですね、金学順さんっていう人、挺身隊というのはですね、いつから使われるのか。こんなのはですね、もうそのすぐ資料を見れば分かるんです。私は自分の本棚の中からそれを取り出してすぐ見ました。簡単な話なんです。そのことは9月号の、この皆さんのお手元の中にあるですね、ヤングメンバー朝日新聞の滞在をどこという中に書いてございますけれども、要するに、何かと言いますと、女子で、要するに勤労協力令っていうのがあって、皆さんその戦争に協力してください、そのボランティアを、まあ言ってみればボランティアじゃないけれども、勤労奉仕をしてくださいと、まあ、こういうですね、政令が日本で出ます。でそれがその、出て、でその時はまだですね、男だけだった。だから戦争が深まっていくうちにですね、男はみんな兵隊に行って、日本内地には要するに女性しか残ってない。で女性の皆さんも結婚をしていない未婚の女性は手伝ってくださいって言って、出たのが女子勤労挺身隊という名称が出てくる。これ昭和18年の話です。ね、ところがこの金額人という人は、いつ山口さんというとですね、昭和14年なんですよ。だからその頃に挺身隊として連合されたはずはないんですよ。事実関係から言っても、ね、だからちょっと誰かに聞けば、ね、それともそのちょっとこうやって朝日、僕の本棚よりも朝日新聞の図書館の方が大きいと思いますけれども、その簡単にそんな分かる話なんですよ、ね、でそういうことをやってなかったんです。やってなかったとかやるつもりもなかった、もしくは知ってたかもしれませんけれども、知ってて書いたということです、ね。そういうことを、まあ、実はやってきたわけです。でそれが、だから僕は冗談じゃないのって言ったんです。でもう一つはその、なんていうの、吉田誠二の証言の中には、女子挺身隊として、連行しろっていう命令書があると書いてある。ね、でこれもですね、簡単な話なんです。こんなまあ命令書があるはずがないんですけれども、あるはずがない。だいたいその西部軍司令部というところから山口県知事に命令をして、その朝鮮に行って女を引っ張ってくる、こんな命令がどこにあるのかと思うわけですね。だいたい命令系統が違いますと。でそもそもその報告、この人は要するに、何でしたっけ、労務報告会というかな、なんとかちょっと務めてました。しかしこれありえないんです。これだって朝鮮のことを知ってる人は簡単な、朝鮮の戦時の研究っていうのがあるんですけど、だって、なぜわざわざ下関の山口県から朝鮮に行く人なんてないんです。朝鮮で勤労報告、勤労動員というか、まあ勤労動員じゃないですね、その労務報告会するに、何て言うんですか、日雇い労働者の動員だとか適正配置ですね、そういうことを調整したところなんです。それは実は朝鮮にも同じ労務報告会があるんですよ。朝鮮で強制なんかやるんだったら別にわざわざ下関から出張していくことなんてないですよ。で、まあ、そういうこととかですね、まあ、そんなのはまあ少し調べればすぐ嘘が分かるんだけれども、まあ、そういうことを、行けばで下関に行ってですね、話を聞けば、だって労務報告会っていうのは一人、吉田誠二が一人勤めてたわけじゃなくて何人かいるわけですよ。その当時一人一人聞けば分かるんですよ。これ後で平成4年にですね、羽田さんが先週島に行ったと同じ時期に民間の上杉専念さんとか何人、2人か3人から行って調べたんです。聞いたんです、当時の人たちに。そしたら、いや、そんなこと全くない、ありえないよ。でそもそも吉田っていう人がいたけど、そんな仕事してなかったよ、まあ、こんな証言がもうずらずらあるわけですよ。要するに、そういうことすらしてなかったわけですね。まあ、これが第1点。第2点目ですね、ごまかしがあるんです。全く反省してない証拠として誤魔化してる。何かというとですね、実はその上村隆が8月11日に挺身隊施設強制連行されました、書きますね。その2日後にですね、要するに韓国の新聞だとか日本の
北海道新聞だとかですね、何社かの記者会見で同じ記者会見してもですね、同じテープを聞いてるんです。これ一問一答やってるんじゃないんですよ。テープ聞いてるんです。だから上村隆もテープ聞いてるんです。テープ聞いてるんです。同じテープを聞いたその人たちが何とか言ってるんですけど、これはキー線としてね、キー線でキー線でございましたという話ですね。まあ、キー線っていうか、要するに金銭として売られて、その金銭の親方に連れられて北斜中の方向に行きました。これをみんな書いてる。2日後に8月13日で、本人がその年の平成3年の12月に日本政府を相手取って東京地裁に提訴してる。その時にも私は金銭として親に売られました。だから養父に連れられて金銭の、要するに金銭学校の養父に連れられて北斜に行きましたと書いてあるんです。これが12月です。しかし朝日はそれでもですね、この上村隆っていうやつがちょっとお金が知ってないけれども、記者はですね、その後でもなおかつですね、じゃあその低身体として書けないもんだからどう書いたかちょっとごまかして、近所の人に騙されて連れて行かれました。じゃあ低身体はどこに行ったのかって話です。しかし低身体はそのもう分かるんです。それとかもう一つ3番目、資料がなかった。これ政府が平成9年の3月に言ってるんです。平林という外政審議室長が、まあ、僕はその質問にも関わってよく知ってるんですけれども、まあ、言わせた側というか、言わせた側って言ったら失礼かもしれないけれども、こういうことの確認でよろしいですねということで、当時質問をされました。何人か質問されました。で、がされました。でその時にですね、いやそういう資料はございませんって言ってました。でその資料はございませんって言った時に、最後の話は何だったんですか。それは資料がないんだけど、そのうち出てくるって言ったんです。必ず出てくるって言ったんです。平成9年から今15年、16年、17年ですか、経って、その人たちはしゃかりきになって探したはずです。アメリカにも行きました、韓国にも行きました、台湾にも行きました、ね、日本中いろんなところを探しまくったんです。出てきません出てきませんってないはずないんです。これ資料の専門家に言わせると、組織的にやった場合は、例えば軍隊なら軍隊の場合であれば上から順番に下がっていくわけです。各段階で上から何を聞きました、下に何を伝えました、全部残ってるんです。残さないとそのどういう命令を受けてどういう命令を下に下ろしたのか、こうやってその残ってる。でそういうことを書きましたらね、これはまた別な話です。吉田政治はそのじゃあそういう命令書は残ってるのかって聞かれたわけですな。そしたら、いやその終戦の時にね、朝日の記事の中にもありますけど、終戦の時にみんな命令で焼きましたって言って、それも嘘だったって分かったんです。なんか逆、終戦の前に要するに下関労務報告会とかは普通に焼けてなくなってるんですねですからこの人 その証言の中で唯一正しいのは満州です、なんかですね、やってみたら何かもしれない。でその後ですね、労務報告会で何か仕事をして、この2点だけです。どこの大学に行ってみたか、いつ頃結婚したのか、戦後何をしてきたのかって、これほとんどこの私の戦争犯罪の中に書いてあるものはほとんどあやふや、いい加減、もしくは不正。畑井美穂さんがこうやって一覧表現作ってます。いつ生まれたのか、いつ結婚したのかって丸めて見た三角みたいなのを作ってますけども、要するに職業的にし、まあ、こういう人にます。だから低身体もそうでした、ね、吉田政治ももちろんそうでした。だから資料がある、資料がありませんでした、まあ、これも認めてあるんですけど、そんなことはもう前から分かってるって話なんですね。でもう一つ、修正の仕方です。私はこんないい加減な、その要するに取り下げにしたその理由だけではなくて修正の仕方だったんですよ。例えば吉田証言というのは、実はこれ今持って何を取り下げたのかが発見しないんです。よろしいですか。取り下げました。16本記事を書きました、ね、しかし16本取り下げたのかどうなのか、その前にまずその16本とは何なのかということがわからないんです。実は産経新聞も質問書を出しています。毎日新聞も出しています。週刊文春も週刊新潮も、出しています。
まあ、毎日新聞からは来ませんでしたけども、制作センターさんでこの16本というのがお分かりになりますと聞かれました。分かりません。ところで、その時に、ところでお宅では分かってるんですかって言うと、いや、朝日に質問しても、お答えいただいてないんですと。それはこの謝罪会見の後でも同じです。これはどういうことですか。これリコールとね、この9月号で私どもの代表がこのリコール問題とこの朝日の問題をね、関東のページで書いてますけどね、例えば欠陥がありました、自分たちが売った商品にそれをリコールしますと言ったんです ね。じゃあどれがリコール対象なんですかと、どの機種なんですかとね、まあ昨日なんかワウワウかなんかで、ね、イケリドなんとか空飛ぶタイヤとかって昔指導者ですかね、なんかのリコール革新の問題が出ましたけども、その要するにリコールします、商品をリコールしますって言った時にどこに欠陥があったんですか、少なくともこの扇風機なら扇風機ね、 この機種と何年頃に売られました、この機種とこの機種とこの機種に欠陥がございました、どういう欠陥でございました、これやるでしょう、新聞に大きく広告出したり、今だってこんな梅雨になるとですね、ガスストーブのこれが欠陥で欠陥品でございますと、でここにそのこういう形のもので何年頃発売して製造番号が何番でっていうのを持っておられる方はぜひ持ってきてくださいとやるでしょ。朝日新聞はリコールします、16本、まあ、16本かどうかもはっきりしないんですけど、ね、しかしその16本がどれかっていうと、お客がどうぞ探してくださいって言われるでしょ、どれが欠陥商品か探してくださいって言われる、バカにするなと。ですから今皆さんのですね、お手元に渡したこの資料ですね、これは制作センターが勝手に多分これだろうという、まあ、かつて積み重ねてきた資料とか他のあれを目指して書いたものになっております。まあ、後ろの13、14、15は参考資料ですけれども、ですから多分これが16本であろうと思うんだけれども分かりません。で実はですね、これ以外にもこれ以外にも見つけておりますけれども、それはちょっと後で朝日を追求するためにも撮っておりますので、多分これだろうと思って、 あと1本あるんですけれども、それはここにはなしでございません。多分どれだと思います。で実はですね、これ大変なんですよ。なぜかというとですね、縮刷版というこういう図書館に行ったらどこでもあるんですけど、縮刷版というのがあるんです。あれを見ればわかるだろうっつって皆さん思われるかもしれないけど、縮刷版というのは東京発行最終版なんですよ、ね、ところがですね、ヤングの問題というのは途中まで平成に入る、平成4年ぐらいまで大阪版なんです。ほとんどが大阪版、東京版にも少し出てますけれども、もうほとんどちっちゃいんです。大阪版なんです。じゃあ大阪版というのは見られないのかというとですね、国会図書館に行きますと、こういうぐるぐる巻きになったマイクロフィルムというかです。それをですね、日がない一日ですね、ぐる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 一日だからですね、見ていくしかないんです。でまあうちもやりました。産経新聞さんもやったみたいです。毎日新聞さんもやったみたいです。まあ、読売新聞はもっと組織力がありますから、おそらくやったんでしょう。しかし、読売新聞も多分自信がないんだろうと思います。16本というのはどれかというと。毎日新聞に至っては16本をはっきりさせろという記事を書いてます。産経も書いてますけど、これ16本が分からないですよ。だから、こんなリコールがどこにありますか。お客が勝手に、うちの商品が欠陥がありましたと。ね、しかし、その欠陥は、どうぞお客さんが探してくださいって、こんなバカな話がどこにありますかっていうのが私の、まあ、第2番目であります。からもう一つ、挺身隊は御用でしたって言ってます、ね、御用だって言うんだったら、これ今データベースっていう最近のやつには御用、この記事には一部誤りがあります。挺身隊は御用しましたって書いてますが、じゃあ御用だったらそれを取り下げるのか、どう修正するのか、全くはっきりしています。だって挺身隊として連行されたっていうのは、連行の主語は国家でしょ、挺身隊ですから。
ね、日本国家が連行しましたってことですよ。雇用しました。しかし強制連行は残ってますっていうんだったら、その強制連行の主語は誰なんですかって話です、ね、これ全くいい加減なというか、もう全くです。それでじゃあその事実検証はどうするんですか。9月11日の記者会見で第三者委員会にお願いしますって、ね、冗談ではない。朝日はこれまで何と言ってきたのかと、それぞれの会社にあんたたちは要するに説明責任はどうなったんだと、まあ、こういうリコールのためにやってきたわけでしょ。食品偽装のためにやってきたわけでしょ。だったら自分たちでまずやれよと、ね、いうことであります。ですから、ね、これは朝日は反省なんかしてません。正直言って、ね、と反省なんかしてません。しかしそれでもその一番の証拠はですね、これだけ取り下げました、ご用でしたって言いながら、いや、慰安婦問題の本質に何ら変わりはありませんと言ってるんです。8月2日の一面では論説家の社務官や編集担当の役員が、何かというと、これは強制性の問題であって強制連行はことの本質ではないって書いてあるんですよ、ね、でバカなこと言っちゃいけないよと、まあ、ある人が、ね、その何ていうか、白旗を掲げて新軍乱だと言いましたけれども、これは、まあ、なかなか言えてみようだなと思います。吉田証言は間違いでございましたと、今まで32年間言ってこなかったことを、まあ、認めた。そういう意味では白旗を掲げたんだけれども、片方ではいや、これもこれからも強制性の問題は朝日の姿勢は変わりませんと言ったわけですから、これだったら白旗を掲げて新聞ナンバーをまさに言えてみようだなと思いました。3番目ですね、朝日は一つとして世界的な影響、自分たちの及ぼした影響に関して一言も触れていません、今までですね。私はこれがまあ最大の問題だと。で、第三者委員会でやっても、この問題は絶対に出てこないと。いい加減なことしか出てこない。もう簡単です。日韓関係に大変な影響を及ぼしました。これは先ほど その平成3年8月の11日に書いた上村隆記事っていうのが、韓国でも大変な影響を及ぼしました。それは朝日がスクープしたがゆえに韓国のマスコミは負けてたまるかっていろいろやったわけですね。でそのうちに吉田政治証言というのが、朝日が次のようにもこれを見ているわけでは分かりますけれども、朝日大阪版ですね、まあ、これはまた後に東京にも転載されるんですけど、もうこれでもかっていうぐらいやるんです。吉田政治証言、平成3年から4年間。それに対して、後に朝日が書いてます、この記事に対して電話がじゃんじゃんかかってきたって言うんですよ。こんなに電話がかかってきたことは初めてだっていうぐらいで電話がかかってきた、ね、3割ぐらいがこんなのはバカ、あ、嘘だというか、しかし7割がですね、日本軍は、日本人は、戦前の日本人はこんな悪いことをしてきた、私は知らなかったと、よくぞ書いてくれたっていうのが7割。これはもうびっくりですね。で、そういう雰囲気の中で要するにこの出てくるんですよ、一番最後の記事が、一番最後にですね、これは要するに平成4年の1月の下旬にですね、当時の宮沢総理大臣が訪韓をする直前にですね、慰安所軍官を示す資料がバーンと取れるわけです。これしかしこの記事はですね、もう半分嘘です。関与はしてました。しかしこれ、この記事のこの資料は善意の関与なんです。軍の名前を語って違法に慰安婦を騙したりなんかしたらいかんよ。そういうやつがいるからきちんと取り締まれよという、日本内地に対する朝鮮とは無関係の資料です。朝鮮とそのことやってません。あとちょっとお話しますけれども、朝鮮でそういうことをしたら暴動が起こります。まあ、これはちょっと後で話しますけど、要するに募集を含め統制官で部隊に設置命令、設置指示、こういう記事があります。問題なのは、多くは朝鮮人女性というふうにちょっと強調して書いてますけども、要するに朝鮮とは関係ない記事を載せて、その解説として多くは朝鮮人の女性、
で、ここにも、要するに、ここにもですね、低身体の名前で強制連行した。その人で人数を8万とも20万とも言われている。この朝日の定義が、実は今もずっと生きているんです。今、アメリカでですね、韓国系の人が、韓国人が多い町、コミュニティ、そういうところで、ヤンフゾーとか、ヤンフヒーというのを作ってます。それに対して日系人が反論したりなんかしてますけども、圧倒的に向こう多数です。その中で慰安婦増がもう6つも7つも、僕多分6つぐらいまで数えていて、この間外務省に聞いたら、いや6つまで数えてましたけど、その後は分かりません。もっと調べろと、まあ、言ったんですけども、そういうことです。その中で出てくるのはですね、要するに、セクシャルスレーバリーとして、日本人が強制連行しましたと。その数は8万人から20万人と言われています。これはまさに朝日説なんですよ。まあ、これはもう元はあるんですけどね。まあ、でも元が嘘だということも証明されてるんですけども、これです。で、これを見て、韓国はこれを、この記事を受けて、韓国で一斉に、これ見ろと、日本軍が関与してるじゃないかと言って、一斉に記事が出ます。東亜日報、朝鮮日報、左翼のハンギョレ新聞だとか、みんなが書いてます。で、中で一番受けたのは、この低身体なんですよ。低身体って何なんですか。当時で言えば、小学校とか、まあ、向こうの言う、まあ、当時の言う国民学校ですね、とか、その普通学校の低学年、普通学校って朝鮮の人たちが行く中学校ですね、あ、朝鮮の人たちが行く国民学校レベルですね、が出て、日本に勤労法人出した子供たちがいる、13歳、12歳、13歳、14歳。ね、これがヤンフになったって話があるんです。12歳の子供をヤンフに日本はしたのかっていうのがですね、この宮沢法官の中にドーンとテレビで、これは毎日新聞が自分で調べて書いてます、最近。でテレビがそのことを報道するわけですよ。これも、まあ、ちょっと事実関係があるんですけど、朝日が低身体として書いて出たんですね。そしたらね、日本の心優しいですね、当時朝鮮で教えていた私の子供はどうなったんでしょうか、私が教えた子供はどうなったか心配です、まさか慰安婦になったとは思わないけれども、自分も当時その、いや日本に協力して勤労奉仕しましょうよって説いた、ね、その子供は今どうしてるんでしょうか、ね、でこの間ソウルに行ったけれども会えませんでしたというね、投書したんです。それ会えませんでしたっていうのは、ね、殺されたという話になるんです。で後にこれちゃんとね、まあ、向こうの新聞も訂正記事じゃない、これ産経が調べて、要するに、そんなことはないと、単に会えなかっただけで、みんな生きて帰ってきましたっていう記事になってるんだけども、向こうはそんな訂正記事は関係ないですよね。で、これでデモが起こるんです。で、そのデモの中に宮沢氏が起こるんです。まあ、その前にですね、その加藤浩一さんというね、とんでもない官房長官でしたから、ね、これはもうまず謝ろうっていう、まあ、この間安倍政権になって、この河野団の生成プロセスというのをきちんと検証した、報告書が出ましたけど、もう最初から当時の外務省はまずは謝りましょう、頭下げましょう。で、さらにですね、宮沢さんが言って8回も当時のそのノテウ大統領がですね、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさいって8回も言い方を、向こうの新聞に言うと言い方を変えて謝ったと書いてます。で、そこから河野談話という話が始まるんです。謝ったんだったら、で、やったんだ、調査しましょう。しかしこれおかしいですよね。調査してから謝るんだったらいいけれども、まずは謝って調査しますってこれ話逆だろうって僕らは思うけれども、まあ、当時ですよ。で、そこからその、しかしそれでいて加藤浩一官房長官の時代に調べたんだけれども出てこない、ね、こんな強制連行した資料なんてない。で、その後の要するに河野洋平官房長官になって、アメリカでも調べろ、あっちでも調べろ、全部調べた、ね。で、実はこの吉田誠二のところに聞きに行ってるんですよ。しかし吉田誠二はもうおそらく自分の言ってることは全く嘘だって分かってるんですよ、ね。ここでは興奮して取材に乗らなかったんですよ。なんか分かってるんですよ、政府の調査に対して。そうそうですよ、ね、そのまま行ったら、そのまま行ったらこれは裏取られたらアウトですから、裏付け取材されたらアウトですから取材対象で、まあ、で最後はヤーフ、これいかに産経が救うとしましたけれども、いかに
にかけるものかというのはもうまさにあの記事ではっきりしてます。で、このダメなんだ。で、まあ、このダメなんだけど、役人の方はこんな資料ないから、嘘かけないから、なんとか言い回しをいろいろ勘やって、勘と交渉して、その作った。で、作ったけれども、その上に河野さんが、要するに勝手に、救世連合ありましたって言っちゃったもんだから、次の日の朝の新聞は、救世連合あった。政府に認めるんですよ。まあ、引退になります。まあ、ちょっと話があっちに行きましたけれども、私はそういう。しかし、このね、世界的影響っていうのはね、すごいんですよ、ですから。韓国との間で決定的な問題になったんですね。これはもうまさに朝日の責任の第一で、第二番目、制度例イメージ。先ほど言いましたね、ミリタリーセクシャルイメージ、セクシャルスレイバー、まあ、セックススレイブと言ってもいいと思いますけれども、これは毎日新聞がそう書いてますけど、毎日新聞が認めてますけれども、この後ですね、平成6年にクマラスアミ報告、戦時性暴力に関するなんとかで、本当は家庭内暴力の話なんですけども、とにかくその附属文書1というのにですね、附属文書2か、附属文書の中に嫌なものがあったわけです。これがもうとんでもない悪文も何もいいところなんですけども、これが要するに今問題になっているセックススレイブのもとになります。でその中に出てくるのが吉田誠二なんですよ。でもしくはその吉田誠二を踏まえて書いた英語のヒックスっていうですね、まあ、当時あった唯一の英語の本なんですけど、これがまたいい加減なもので、吉田誠二の嘘つきの話とですね、このいい加減な本をベースにして、この要するにクマラスアミ報告とか国連の人権委員会のなんとか小委員会というのに出されるんです。でそれは当時ですね、日本政府は外務省の出先はそんなバカなっつって、こんな24ページでも読むものすごい量の反論文書いてるんです。ところがそれ一旦配ったんです。そしたら当時のですね、まあ、ね、岡山でも言いたかったんですけど、橋本内閣になったって話です、ね。誰がやったか分かりませんけれども、全部回収しろと。で回収させられて、法務官で既に謝っていますというですね、文書に差し替えられてしまったんです。まあ、そういう記載はありましたけど、少なくともこの制度例というイメージを膨らませたのは、朝日新聞が紹介した吉田誠二の記事なんです。それから3番目。これは平成19年にアメリカの下院 です、ね、慰安婦決議が上がりました。これは安倍内閣の2年目の第1期の、まあ、最終盤ですね、その時に起こったわけです。これはもうはっきり吉田誠二証言だと言えます。なぜかというと、この誰もがアメリカの議員なんて慰安婦知らないわけですよ。で何かというとね、議会調査局というところがあって、こういう決議が上がってくると、それに対するレポートっていうのが出てくるんです。今ちょっと手元に持ってますけども、こういう長い、まあ、詰めて送ってますけども、十数ページかなというものが議会調査局レポートで、それがこういうのたびたび出るんです。だから一つの決議案についてはこういうのがあります。この法案についてはこういうのがあります。 誰がどこで何を言ってるかと言います。でその中のですね、冒頭のところです。その、コンフォートウーマンシステム、慰安婦制度の評価という、慰安婦制度とは何かという話が冒頭に出てきます。その冒頭のところで、その何て書いてあるかというと、この最初の、この慰安婦問題の最初の衝撃はですね、吉田誠二からもたらされた。一行目です。でまあ、どういうわけか知らないけど、フォーマージャパニーズミリタリープリスマンって書いてある。その吉田誠二は経過でも何でもないんだけれども、その、1983年に書いた本の中で、要するに、ラウンドアップですから、その1000人以上の朝鮮人の女性をカンフォートウーマンとしてラウンドアップとして借り出した。これが要するにこの報告書の全部のテーマなんです。でこれが元になって、実は平成19年の慰安婦決議、米会員決議というのが起こるんです。で我々は何をしたかというと、ちょっとそんなとんでもないと言って、これに対して反論文を書きました。で反論文を書いて、いくつものルートでこの、まあ、書
イタ人の人間は分かってますので、ラリウニク州というですね、当時の調査官に出しました。次の年に出した、次の年に、慰安婦の決議が、次の年に、もう一度、再度レポートが書いてあります。でそこには吉田政治がやっぱりちょっと怪しいと書いてあるんだけれども、もうそれはもう決議の直前で、もうほとんど決議案は動かないので、そのままです。まあ、それでもまあやってよかったと思いますけれども、そういうことがございました。ですからね、こういうことをどんどんですね、今やってるんですよ。そういうことに対して朝日新聞は何も触れてないんです。で実はですね、これおかしいんですけれども、自分たちがそうやったっていうね、自覚してるんです。自分たち記事書いてるんです。それがまあ後で見ていただければ分かりますけれども、この資料の12というのがあるんです、ね。政治動かした調査報道があるんです。これ自分たちが騒いで、自分たちの調査報道というのをどこが調査したのか分かりませんけれども、調査報道が政治を動かしたのって書いてあるんです。このヤーフ問題で、後に平成6年になって。で、要するに、それは何かというと、その強制、朝鮮に渡って強制的にヤーフを生み出した元動員部長の証言ですね。で、そういう問題とか、その韓国から名を入れた元ヤーフの3人、まあ、これは金額潤さんにあと2人ぐらい入れてたんですけれども、その証言を詳しく紹介しました。で、その宮沢首相が韓国を訪問して公式に謝罪し、国連人権委員会が取り上げる。国連人権委員会というのが、申し上げた小原さんになるんです。だから、朝日は自分たちの報道が、ですよ、宮沢を謝罪に導き、国連の人権委員会でこの問題が取り上げられる原因になった、理由になった、自分たちの報道がこの問題を取り上げるに至ったその力だったということを書いてるんです。自慢してるんです。これが平成6年です。ね、ですからね、これはぜひこれをやろうと。で、もう一つはですね、これ8月5日の記事を読む途中から知っていたみたいなことを書いてるんです。これはしかしもっと問題なんですよ。だって自分で火つけといてね、20何年前じゃないけど、火つけといて、それがずっと燃え上がっていったわけでしょ。燃え上がっていった途中で、あの火つけた元は嘘だったということを知ってたって言うんですよ。だったら、嘘だ、火つけた人間がずっと燃え上がってるのを喜んで見てたんじゃないですか。これは許せんな、私は思います。だからもう一つですね、まあ、今は、私は、第2番目の問題はですね、問題どこにあるのか、もう一歩やっぱ深く考えてほしい。まあ、これはそんなにありません。深く、まあ、ちょっと脇道するような話ですけど、これは要するに上村隆とか、ね、それからこの吉田政治を紹介した、何人かの記者がいるんです。何人かの記者がいるんです。もう集中的に取り上げている人たちがいます。そういう人たちの個人、いわゆる鍵括弧で言えば犯罪なのか、それとも組織ぐるみなのか、よく食品偽装でですね、やるでしょ、お宅はさ会社ぐるみでやったんでしょっつってやるわけでしょ、個人の問題じゃないでしょ、これ会社ぐるみでしょってやるでしょ、あれと同じ追及を僕はぜひやってもらいたい、各社にはね、会社ぐるみなんですよ、これ本当に。もしくはその会社が火つけたら元は嘘だと分かっていながら、黙って見てて笑ってたわけですから、よしよしとしめしめと思ってたわけでしょ、こうやって広がっていくのが。いいですか。ですからね、これ本当に冗談じゃないよっていう話なんですよ。でもう一つですね、これはやっぱり朝日の体質、構造的問題なんですね。で私はこれは、暗黙の謝罪だと思います。先ほどどなた様が安倍の葬式は朝日が出すと言った若宮だとかですね、朝日の謝罪は反安倍だとかっていう話がありましたよね。これ三宅義久さん亡くなられたですね、あの方が若宮に聞いた時に書いて、でそれを、まあ、小川栄太郎さんというですね、まあ、私も我々の友人でもありますけれども、まあ、彼が本に書いて、有名なものですけど、安倍叩きはその朝日の謝罪ということがありましたけれども、これ日本叩きは朝日の謝罪なんですよ。私は
これなぜか証明できるんです。というのは僕この問題に関心を持ってきました。今までもですね、実は朝日は歴史認識の問題で何度も誤報をやってきたんです。今回初犯じゃないんですよ。昔、そのことは先生たちもですね、10月号に書いたんですけど、昔よく覚えてます。平成なんですかね。昭和ですね、朝日が大誤報やったことがあるんです。産経と最初に朝日がぶつかった問題です。それは何かというと朝日にでっかいこんな写真が載りますので、もうもうと手前に日本の兵隊さんが向こうにもうもうとこうやって煙が上がってるんです。こういう写真があって、これが中国で毒ガス、日本軍が毒ガスを使った証拠だっていうね、写真を藤原明という学者が、これは毒ガスで間違いないコメントに乗っかってるわけですね。ところがこれ黒とか見ればすぐ分かるんです。もうもうと上がる毒ガスなんてどこにも存在しないんです。もうもうと上がったらそのもうもうから逃げればいいわけですから、そのしかももうもうとこんなに何百メートルも上がったら毒ガスが薄まって毒ガスとして見たことがなくなるわけですから、普通ね、そんな毒ガスはどこにも存在しないんです。だからこれ円幕なんですね。で、要するにでは産経新聞がどんなバカなことがあるのかと思って全く同じ写真を探してきたんです。でそれは毎日新聞がその当時撮った写真で、ね、運も言わさるんです。そこにはちゃんと何月何日もその何という作戦であってこれは煙幕だって書いてあるんです、その当時の写真に。でそれを突きつけられてですね、朝日はどうしたの、ね、いや、あれは間違いでしたと言ったんですよ。言ったんだけれども、朝日の取材手法には何の問題もありませんから謝りませんって言ったんです。よろしいですか。これなぜかって言って、学者がこれは毒ガスだと鑑定したと。最後の学者ですけどね。それから朝日はそのちゃんと持ち込まれた写真を掲載しただけだと。これどっかと似てませんね。吉田誠二の証言でよく似てるんです。これ吉田誠二の証言で明確に言ってませんけれども、朝日が言ったわけじゃないんですよ。あれは吉田が言ったんですよと。我々はちょっと取材不足でしたと、ね、取材不足は謝るとは言いませんけども、取材不足ではありました。裏付け取材は不足していませんでした、不足していましたが、朝日が言ったことではありません。朝日が言ったことではありませんっていうね、この言い方はですね、実はもう最大のものがあるんですね。これは何かっていうと、南京事件の吉田勝一の南京への道という連載ですよ。これを本になって、後に教科書にはなりませんでしたけどね、教科書の参考書ですね、教師が使う、あの中には吉田誠二の南京への道なんかいっぱい出てきました、ね、そうしたら例えば満州でこの1万人の万人号がありますとか、参考作戦のとか、これ今言われている日本軍の残虐行為というのは全部オンパレードでこの南京への道、それから何だっけ中国の何だという2回の連載の中に全部出てくるんです、ね、それに対して当時その現場にいたっていう日本人がまだ当時いたんですね。昭和40何年ですから、ね、ですから万人公なんて朝日あ数数にここにありましたって言われる。我々はそんなものは見たこともない、聞いたこともないと、ね、でそこもそもそもそこに穴はなかったっていう見た人がいるわけですから、でそんなバカなことがあるもんかっつって反論したんですよ。でそれの反論したりする、経過を紹介した本がありますけれどもね、その中には吉田勝一は何と言ってるのかというと、これは取材ではないと、ね、中国が言ったことを俺が聞いて書いただけだと、ね、文句があるんだったら中国に言ってくれって言ったわけですよ。しかしこれがだから取材ではないと、また別のところではこれは取材でも何でもありません、旅ですって言って、南京への道とか旅です、ね、中国への旅かな、なんて言ってますけど、これどっかで聞いた話ですよ。吉田誠二が言ってることで朝日新聞が悪くありません、ね、もしくはその慰安婦問題もそうです。慰安婦のあの人たちが元慰安婦って言われてる人たちがこう言ってますよ、だったら裏付けを取れよっていう話なんですよ、ね、これ裏付け取れないんです、簡単に言えば。なぜか、僕はこの後ですね、実は平成3年頃にこういう問題ができました。勉強しようと思っていろんな本を探しました。しかしほとんどありませんでした。で当時その当然まだその平
平成3年ですから、今から20年前ですからね、70歳代、80歳代の当時のことを知っておられる、まあ、先人とられた方ですね、ぜひ話を聞かせてください、ね、いろんな人に言いました、聞きました。岡田さんね、極物、まあ、その極物って言われたんですよ、極物は使わない方がいいよって言われたんですね、いろんな人から、本当に。ね、明日への選択って真面目な雑誌なんだから、その極物は使わない方がいいよって言われたんです。本当に。だから誰もね、話してくれなかった。でね、その翌年の1月になって初めてですね、いや、自分はもういいから話してもいいよっていう人たちが出てきて、まあ、その人はまあ物を書いてたり、いろいろして、初めて聞きました。で、そこで初めてですね、慰安婦がいかに高い給料になってたかとか、そのいろんな話を聞かれました。書きました。怖かったです、正直。だってテレビで毎日やってることと朝日新聞も当時毎日新聞書いてたし読売新聞書いてたし、まあ、産経はちょっと遠慮してますけどね、みんな書いてる中で全く違う方向のことをたった2ページと言えるのでこれは全部違うって書くのはこれかなり勇気のことであります。あ、違うって言ったらとんでもないことだと書いてる、ね、それは多分ね、あの保守派の中で多分最初に書いてるからと思うんですけども、僕まとめて書く本当に、あのだって毎日言ってるテレビと自分が言ってることは全く違うこと書くわけ、180度違うこと書くわけですから、これは怖かったですけどね、これはそういうことを書きました。その後にですね、まあ、あの今この問題でいろいろ出てくる救う会の西岡勤さんが関係にいて、家の高島の、まあ、その時からの彼との付き合いなんです、ですからまたラジオとかなんとかっていう問題が騒がれる、ずいぶん前の話、十数年以上前の話です。で、そこで2人で意気投合して、彼も要するに本当にこれ書いていいんだろうかと思って文芸春秋で書いたんです。まあ、そういうことをやってきました。しかしね、これ本当にそういうね、今、僕がその話をしました。原爆の話をしました。南京の話をしました。これ他にもたくさんあるんです。あの宮崎ね、南京事件で言えば宮崎の23連隊というところでこういう手帳が見つかりましたっていうね、南京大虐殺。当時の初期です、兵士というのが出てきました。ユーモア写真が大きく出てきました。しかしこれ本当に最後は詰められなかったんですが、ほとんど嘘だった。じゃあ見せてみようって言ったら絶対見せないんですよ。中を、ね、でそもそもですね、開いて、まあ、で見せてやるってその関係者が言ったんですよ。そしたらなんか3メーターぐらいの近くに行ってはいけないって言ったんですよ。よくわかるんです。後で裁判を起こして一部開示されてるんですけどね。なぜかというと、要するにインクで書かれるんです。ね、当時、多分、東兵か上等兵だったんですけど、万年筆を持ってるのはまずないって言うんですよ。ということは、インクの原石を持って戦争に行くのか、まずない。ね、からもう一つ、その人の奥さんの証言があるんです。この人が日記を書くような人になりますと。日記を日記書いてくれてくださいました。こんな証言が、ただこの時は残念ながら、長崎の大資本の前にですね、当時の23年代の人たちが牧師をするんですよ。裁判です。朝日が、だったらやってみろって言われたんですよ、ね。いつまであんたたち続けられるかって。当時77歳とか80歳の人たちが、年金を暮らして、ね、人たちが、じゃあさ、朝日相手に裁判を起こせるのか。こういう開き直りをされて、やばなされてしまったんです。それとか、ですね、他にもいろいろありますね。マレー大虐殺とか。これはもう向こうの聞いたものをそのまま日本人がまとめて、日本人がまとめたやつは朝日がそのまま書いてあって、でそれがもうその中に、まあ、よく覚えてる方がいらっしゃるかもしれないけども、マレーシアの英語の教科書なんかに赤ちゃんの親を実験させたみたいな、こんな話があるんです。でそれがその中に出てくるんです。それは朝日がそのまま書いてあって、でそんなバカなことはないと。これを否定されたんですけれども、これは別に取り消されたんです。ですからね、今回の話は、で実は初犯だったらね、僕も言ってますよ、書き方、まあ、犯罪で言うのはおかしいかもしれないけども、普通では普通の初犯だったら常用釈量もあるけども、ずっと同じような間違いをしてた人たちが最後に追い詰められて裁判所に行ってね、どうもすいませんでしたと反省しましたと仮に言ったとしても、裁判所がその反省を認めるのかっていうと、おそらくそれは違うだろうと、まあ、僕はこう言いますね。まあこれはあの犯罪にするとまただから取られるかもしれませんけれども、僕はそういう同じようなイメージで捉えています。ですから、ね、これやっぱり
最初からあるんです。孫悟空ばっかみたいな、ね、違う方向に行くとピッピッピッとお釈迦さんがですね、その孫悟空の輪っかを締めるんです。孫悟空の輪っかって何かっていうと、これは日本は悪いんだっていう、この輪っかがあるんです。だから原発報道でも東電が悪いんだって輪っかがあったわけです。だからそのあれ全く違う記事を見ても、ね、私は命令していないっていう、その何行かだけを見て他を全部書いてあるんですよ。しかしこれ全部見れば私が命令していないっていうのは全然違う文脈の中で出てくるんですよね。そういうことです。それからやっぱりもう一つはですね、やっぱりこれは気をつけて、朝日がやっぱキャンペーン新聞だったんです。確かにずっとこれはもう自分の体験的に知っています。この後そのマック先ほど必ずあるので、ね、それにさらに伸びしたやつがマクトゥーカルホームです。これはもう要するに責任者処罰です。じゃあ誰が責任者だ、セックススレイブ、ね、それにさらに悪乗りしたのが、平成10年ですから、女性国際裁判法廷だったかって言って、責任者は誰だったんですか、天皇陛下の話になってるんです、ね、でもこれは別に法廷といっても民間人が勝手にやってる法廷で何も意味はないんだけども、その中で要するに それの首謀者が誰かっていうと朝日の、その当時朝日辞めてましたけども、元朝日の松井弥生っていう、その朝日の編集ってですね、これに NHK の池田なんとかっていうのがあって、 NHK と朝日が一瞬たるくになって、 NHK はそれを NHK 教育の中で護衛して、でそれをなんか最後にこれは取り巻いて話になって、圧力を加えたら加えないっていうので、あれが科学圧力を加えたらっていう話になってるっていうことですね。まあ、それがそうです。私はその時随分経験しました。キャンペーンです。なぜかこれ見ていただくと、先ほどの資料がだんだんあってこれ見てください。丸なら丸八という資料があります。これ単に、ね、吉田政治の宣伝をしてるだけじゃないんです。同じ記事の中に共生連合の家一から一まで誰かが作ってくれたんだけど、この大日のおばさんが作った記事、映画の宣伝が載ってるんです、ね、右の方の記事はその考えるその催し次々と言って、例えば岡山です、ね、そのこういうイベントがあります、このイベントにはこの吉田誠二さんが出演しますよみたいな話です、という話です。これね、こうやって次々と習慣をしていくんです。だから金額順さんがやってきました。そしたらこれ、もうちょっとこれ取り消し記事じゃないので調べてませんけども、ここでお返しします、ここでお返しします、ここでお返しします、こういうことを順番にやっていく。で、またそこでこんな講演をしましたと、また朝日新聞が出されます。これね、キャンペーンするし、これをやって、まあ、それが一つ。だからもう一つ、それで、すみません、この時間がなかったので最後にします。じゃあどうするチャットする。これは朝日はこの慰安婦の強制性を先ほど、白旗掲げて新聞ラボで話をしました。全くその朝日の主張を曲げてはいません。ですからこれをさらに追い詰めてです、ね、もう一回一段二段です、ね、認めさせないといけない。まあ、こう思っております。で、何が問題か。これはもう強制性を認めるんですか。じゃあ強制性を認める、ああいいですよ、どういうことか、事実に基づいてやりましょうか、ね、虚偽の事実は困りますよ、事実に基づいてやりましょうか。じゃあその強制性とは何ですか。これはもう決してです。これ要するに誰がこれが定義があるんです。居住、外出、廃業、接客、虚偽の自由がなかった、こういうふうに書いてるんです、ね、言ってるんです。これ吉見という学者が言っていて、朝日はちょっと違うと隠し事です。しかしこれ簡単に崩せるんです。今こう思ってますけども、こういうね、政府はね、本当によく調べてます。で全部公開してます。ホームページで全部見れます。これ当時のですね、米軍の捕虜尋問調書という中に、当時のこれビルマかなんかのやつから
こういうものが載っています。見にくいですけどね。でこれの日本語版っていうのを、まあ、センターで作ってます。そしたら簡単なんですよ。この中に、ね、出てくるのがないって、まあ、これは我々が作ってもらってると思うので、また参加しゃべってアセの選択に戻すインタビューです。まあ、自分で宣伝させていただきますけど、まあ、ぜひアセの選択を後で取ってください。その何て書いてあるかっていうとこれ面白いですよ。220人の尋問記録と、ね、欲しい物品を購入するお金はたっぷりもらっていたので彼女たちの暮らし向きは良かった。これ日本人が言ってるんです。アメリカ人が尋問をして書いてるんです、ね、で将兵と一緒にスポーツ行事に参加して楽しく過ごし、またピクニック、園芸会、夕食会に出席した。彼女たちは蓄音機も持っていたし、都会では買い物に出かけることが許されている。これ奴隷ですか。イアンスは接客を断る権利を認められていた。借金を返済したイアンスは朝鮮に帰ることを許されていた。兵士からの結婚申し込みの事例はたくさんあり、稼ぎの総額の 50%〜60% を受け取って、いた。で当時の給料が当時の兵士の70倍、日赤官、看護婦の10倍、ビルマ方面軍の司令官よりも高く、内閣総理大臣にも匹敵するぐらいの給料。これが米軍の尋問調書。最後の内閣総理大臣です。給料の比較は多分参加してるんですけど、これが要するにいくつかあるんです。でこれが要するに生の声です。当時戦後何十年も経ってから慰安婦が並び入ってきた話ではありません。こういうものが実際あるんです。ですからこういうものをまあ元にしてと戦っていくってことが必要です。もう一つは国際航空士朝日にぜひね、それこそ私は謝ってね、お詫び案件してもらいたいと思いますよ。まあ、とりわけですね、朝日が提携している、新聞があります、ね、韓国で言えば東亜日報、アメリカで言えば、ね、ニューヨークタイムズ、そういうところにもぜひですね、何百万円でも何千万円でも出して謝罪広告を出してもらいたい、まあ、ぜひ思いますですね。しかし本当に多分やるとは思いません。なぜ反省してないわけですから、ね、じゃあ それをさせるためにどうすればいいのか。私は2つの手があると思います。1つはやっぱ訴訟で追い詰めるということです。これは民間で今いくつか動きがあります。まあ、これはもう時間があるございませんので詳しくはします。もう1つこれはセンターがやろうと、まあ、訴訟もちょっとセンターもいろいろアイデアがあるんですけども、2番目センターが私どもが直接一生懸命やろうと思っている。これ今第三者委員会というものに丸投げしています。ね、もちろん我々外部ですから、朝日の新聞記者がどこで何を書いたのか、これはそれ新聞調べることはないです。しかし少なくても世界にどんな悪影響を及ぼしているか、ね、朝日の記事をもとに実はもういくつかも分かっているんです。 AP 通信だとかニューヨークタイムズだとか、いくつか分かっています。朝日の記事をもとにして書いたというこういう証拠を全部民間の第三者委員会で作って調べ上げようと思います。でこれはちょっとお金かかりますけれども、ぜひこれはやらないとダメ。なぜね、これをやらないと、ね、それこそさっきの煙幕の話、南京の話、マレーの虐殺の話、こんな話はずっとやってきて、今のこの子に及んでも吉田政治は取り下げるけれども、我々はあれは取材不足でした、単に吉田が言ってるだけの話でございます。これで終わらせたら歴史認識問題はまた続くと思います。歴史認識問題というのはこれ左翼が定義してきて、もしくは韓国を提起してきて、中国を提起してきて起こったわけでしょ。それに応えるやっぱり日本の国内の、言ってみれば受け皿があったわけですよ、ね、それがやっぱりきちんとですね、こちらが、まあ、言ってみれば日本を取り戻す側にですね、やっぱり主導権を握り直す、そのことはね、やっぱり僕は大事だ。これの第一歩になるのがですね、この朝日の、ね、だから朝日しかこの気持ちをですね、ぜひ冷静にですね、このやっぱりにぶつけてですね、やっぱりここは粘ってですね、今政権はそれなりにですね頑張ってますから、そこのところは今だったらできる民間が頑張れたんです、私は思っております。ちょっと伸びましたけれども、これ